太平洋に面した白い砂浜と青い海。この海岸沿いには毎年産卵のためにアカウミガメがやってくる。この曲は孵化した子ガメが力強く穴から出て太平洋へ帰っていく様子を表現したもの。地元の人たちで結成された太鼓のグループによって演奏されている。本来は、赤羽塾が盆踊りを復活しようということで、それには太鼓が必要だということで、それでじゃあみんなで太鼓を習おうって、それが始まりです。なかなか練習できんで、もう 2,3 週間練習せずに今日が本番、ぶっつけで。うちら楽しくできやいいもんで、いつも俺始まる前は飲んでる。自然を愛し地域を愛する地元の人たちだからこそ奏でられる音色がある。愛知県南東部、渥美半島に位置する田原市は、太平洋、伊勢湾、三河湾と三方を海に囲まれ、昔から地元住民は海岸沿いを生活の場としてきた。太平洋側の遠州灘は大部分が遠浅の砂浜海岸で、ほぼ全面がアカウミガメの産卵地となっている。このように田原市は多様な自然環境と歴史、文化、観光資源の豊かな地域である。農業産出額は全国一を誇り、渥美半島の恵まれた自然条件を生かしたキャベツ、メロン、伝承菊などの施設園芸が中心に行われている。また愛知県はコップ展が開催されるなど、環境やエコエネルギーに関する住民の意識も高い。田原市は平成15年、田原町と赤羽町が合併し誕生。そして2年後には渥美町が加わり、渥美半島のほぼ全域を占める新田原市として新たな町づくりへと歩んでいる。合併のおよそ10年前、この自然豊かな地域にふるさと創生1億円を活用した地域のまちづくり事業が始まった。その中でまちづくりのリーダーの養成を任されたのが、当時赤羽町教育委員会にいた彦坂さんである。彦坂さんは赤羽塾の仕掛け人。現在田原市役所の仕事とは別に赤羽塾の活動に参加している。当時の赤羽っていうのはね、あんまり魅力がね、住んでる人はよく分かんないというところがあったんで、実際にそうやってる人の声を聞かないと本当のところ分からないねっていうのがあって、ですんで第一線でいろんなところで頑張ってる人がとにかくテレビ出たり新聞載ってたり、誰かに聞いたりとかいう人があれば、呼べそうな人だったらもうダイレクトにコンタクトして引っ張ってきて、その人の話を聞いて終わった後に一杯やると。赤羽塾のメンバーはおよそ30人。農家や大工、宅配便など日常の仕事と掛け持ちしながら塾の活動に携わっている。赤羽塾の活動は地域外の人たちとの交流から始まった。その交流の中で絶滅の恐れがあるアカウミガメが産卵のため赤羽海岸に来ていることに注目が集まった。地元の人たちにとってウミガメが砂浜に上がり産卵する光景は珍しいことではなかった。しかしどれくらいの頻度で赤ウミガメはやってくるのか誰も知らなかった。やっぱり早く起きてこう調査するんですけど、お前ら一体何やってるんだっていうふうに、またあいつらが変わり者が変なことをやりだしたっていうふうにずっとこう見られていて、
でしばらく経つと、まあ、聞かれるもんだから、下部調査してるとかっていう話すると、次にはどれぐらい下部が上がってたんだとかね、そういうことをこう会うと聞かれて、地元の人たちの理解を得て自然と調査に参加するメンバーは増えていった。その調査はおよそ20年経った今も続いている。地域に良いと思ったことはどんどん取り組み実施していく。そして元気のある地域にしていくのが赤羽塾の活動理念である。現在主に取り組んでいるテーマが環境。海岸の砂浜には漂着してきたゴミや心なく捨てられたゴミの山が目立つ。これらを自分たちの手できれいにしようという活動が始まった。8月、炎天下の中砂浜のゴミを拾うのは海岸のサーファーや地元の住民、また名古屋近郊から来たイベントの参加者たちである。思いっきり掃除できて気持ちよかったです。いつも海に来ててお世話になってるんで恩返ししようと思ってきました。はい、この子が学校から持ってきたチラシで、はい、分かったんですけど、でもやっぱり海なかなか来ないので、こういう機会じゃないと、機会がせっかくいただいてるので参加しようかなという。平成6年から開催してきたこのイベントは今年で16回目。毎年100人以上の参加者が集まり定着したイベントとなった。参加者は拾ったゴミの量やクイズの回答に応じて地元の特産品である採れたてのメロンなどを味わうことができる。赤羽塾のメンバーは集められたゴミの分別に大忙し。塾の代表を務める金原さんはこのイベントについて次のように語る。このイベントはね、うちが夏にやる一番大事なイベントかな。みんなさんに砂浜へ来てほしいと。立派な砂浜があるんだから、砂浜へ来てほしいという考えでやってるんで、昔は砂浜で遊んだと、今は砂浜では遊ばないけど、まあ、砂浜へ来てもらって、どういうとこだ、汚ければなんで汚いんだと、それをちょっと、提案していきたいなと思って。赤羽塾の活動の発案や出発点となるのが夜鍋の討論会。地元料理を囲み、良き仲間と夜を徹して語り合う、そんな貴重な時間だ。徹夜してですね、まあ、ゴロゴロしながらいろんなことをこう話しているとすごく楽しいアイデアも出てくるもんだから、みんながいろいろこうあれはどうこれはどうというか話の中で出てきたのをヒントにやってるんで、大体言えば通るし、それから暗黙の了解でね、言い出しっぺが責任を持ってそれをリードしてやるというのがあるもんだから。夜鍋の討論会で発案され、実際に行った活動は数知れず、その一つに第21回日本ウミガメ会議招致の話が持ち上がった。ウミガメに精通した人たちが全国から集まり、情報交換の場となる日本ウミガメ会議、今年はここ田原市の旧渥美町で行われる。田原市開催を提案したのは赤羽塾の渡辺さん、今回の実行委員長を務める。そして日本ウミガメ協議会のスタッフと赤羽塾が連携して準備が進められた。参加者はウミガメの研究者から学生、ボランティアで活動している人たちと様々。2日間にわたるシンポジウムでは、中学生によるアカウミガメの研究発表やアメリカから来日した博士の講演、またウミガメの保護や調査を行う人たちが一堂に会し、活発な意見交換が行われた。
まあ渥美半島からね大前崎にかけて、まあ、我々遠州型海岸というふうに呼んでるんですけども、結構の数の産卵があるんですね。で日本でも重要な産卵地の一つなんで、まあ、その一番西の端に位置する田原でまだやったことなかったもんですから、させていただこうということで参りました。1年前から準備を進めてきた渡辺さんは開催の日を迎えた喜びを次のように語ってくれた。やっとここまで来たという感じですよね。ですから決まって大体1年ぐらい、まあ、バタバタしながら来たんでほっとしてます。一応私が実行委員長やってますけども、本当はもうね、もう十数人の周りのメンバーがいないと私も全然こんなことをやろうとも思わないし、ですからもう、まあ、今回はたまたま僕はリーダーシップ取ってますけども、まあ、普段助けられながら助けたりとかいろんなことしながらやってますので、まあ、それは本当に皆さんのおかげだと思ってます。2日間にわたる会議が無事終了した。地元の海岸に上がってくるウミガメをきっかけに自分たちが住む地域の豊かな自然を再認識し、地域の人々の結束もより強くなった。まあ、みんなに優しい環境づくりとか街づくりしていく、みんなで考えながらやっていくことができたらいいなと思います。赤羽ジュニアみたいなのを作って遊びでやらないと、若い人っていっぱいおるもんで、そういう感覚でこう入ってきてくれる人がおれば不可能じゃないと思う。だから表面のねかっこよさだけじゃなくて、本当にやっぱり地道な努力とかこういった積み重ねの中でね、ウミガメの保護に従ってですね、だから海岸をきれいにすると、それが動きに従ってくると思います。本当に誇らしく思ってます。これからもぜひね我々も応援していきたいと思ってます。はい、この会議をきっかけに旧渥美町との交流が深まったと語る彦坂さん。行政が一本にわざわざこう無理やり一本にしようというよりも、今回は自然と自分たちだけで一本になってきたというのはありがたいかなと思ってます。このようなイベントに住民が参加し地域間の交流を実現、また絶滅の恐れがあるウミガメの保護活動を中心とした地域づくりが評価され、平成21年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。日本ウミガメ会議の実行委員長を務めた渡辺さんは、実家で伝承菊を栽培しながら赤羽塾の活動に携わっている。仕事を置いてまでなんとかやろう頑張ろうという気持ちにさせるだけの魅力があるんだよね。そういうウミガメにしても赤羽塾の取り組みにしても嬉しいよね。そういう人が、まあ全員じゃないけど何人でもこうやって付き合ってくれるという人がいる。本当財産ですよ、うん、なんとなくそうなってますけどね。みんな頼れないとこをお互いに補ってきてるんで、まあ、みんな同じようにいやいやではなくて、その行事そのものとかね、朝4時に起きて、台とか3時に起きて海岸回って寒かったり暑かったりいろいろするんだけど、それがまた辛いんじゃなくて面白いというふうにいい経験だというふうにやってるんで、まあ、通常自分の仕事とは別なものがあるんで、まあ、続けているかなというふうに思ってますけどね。あまり形にはまらないのが赤羽塾なんで、形だけこう考えて無理やりやっていこうとするとちょっと無理があるかなと、まあ、個人的にはそう思ってますけど。地域づくりを始めた仲間が新たな仲間を呼び取り組む活動が地域のネットワークを広げていく。これからも赤羽海岸にやってくるウミガメたちが人と人の心をつなげる架け橋となっていくだろう。